でお正月早々例の夕刻が、うん、あの鶴の映画祭で話題になりましてね、うんうん、大変だったらしいですけど、まあ、これもね、公開についてはずいぶん考えたんですが、まあ、公開してみたらお客が来ちゃった、はい、まあ、いろんな理由があってですね、うん、一概にいいから来たとも言えないし、うん、しかしお客が来たから悪い作品だとも言えないでしょ、はい、またそんなよ、しかし意外でしたね、あんなにお客が来たのは。あ、しかし三島さんにとっては226事件、あの頃の青年将校とか、あるいは特攻隊の人たちとかというその人間像っていうのは非常に強烈なんですよね。それはとても強烈なんです。それでね、それはもう昭和何年頃でしたか、うん、文芸に、アンケートがありましてね、お前の一番尊敬する、英雄像って言いますか、なんか男性像って言いますか、出たことがある。その時226事件の将校たちってことを書いたことがあるんですよ。で当時はまあ実に、まあ、不思議なことを言う男だと思われたろうと思うんですけどもね、僕の中ではかなりそれはその英雄のこの現像って言いますか、最もこの本質的な姿になってるんですよ。それでやっぱりね、挫折するとか敗北するとかっていうね、そこにまたヒロイックイメージの源泉があるんでね、あれがもし成功していたらね、それで憧れたかどうかっていうこともありますね、うん、でお正月早々例の夕刻が、うん、あの鶴の映画祭で、うんうん、話題になりましてね、大変だったらしいですけど、まあ、これもね、公開についてはずいぶん考えたんですが、まあ、公開してみたらお客が来ちゃった、はい、まあ、いろんな理由があってですね、一概にいいから来たとも言えないし、しかしお客が来たから悪い作品だとも言えないでしょ、はい、またそんなよ、しかし意外でしたね、あんなにお客が来たのは。あ、しかし三島さんにとっては226事件、あの頃の青年将校とか、あるいは特攻隊の人たちとかというその人間像っていうのは非常に強烈なんですよね。それはとても強烈なんです。それでね、それはもう昭和何年頃でしたか、うん、文芸に、アンケートがありましてね、お前の一番尊敬する、英雄像って言いますか、なんか男性像って言いますか、出たことがある。その時26事件の将校たちってことを書いたことがあるんですよ、はい、で当時はまあ実に、まあ、不思議なことを言う男だと思われたろうと思うんですけどもね、はい、僕の中ではかなりそれはその英雄のこの現像って言いますか、はい、最もこの本質的な姿になってるんですよ。それでやっぱりね、挫折するとか敗北するとかっていうね、はい、そこにまたヒロイックイメージの源泉があるんでね、うん、あれがもし成功していたらね、はい、それで憧れたかどうかっていうこともありますね、うん。